元気。おっ始まったよ。ジョソラジ。女装パフォーマーブルボンヌが色とりどりの皆さんとご一緒に耳で楽しむバーのようなネットラジオへようこそ。この番組はほげる日もノンケブル日もキャンピーと株式会社キャンピーの提供でお送りします。ジョソラジ第4週はメインタイトルと同じジョソラジ。ドラァグクイーン、女装家、女装パフォーマー、いろんな呼び方はありますが、パートナーもゲストさんも女装尽くしでお送りします。パートナーはいつでもみんなを元気にさせちゃうワクワクさせこさんです。皆さんこんにちは、こんばんは。行楽日和に快楽日和、ワクワクさせこでございます。どうも、ワクワク。そして今週のゲストはお二人です。まずはキムコ・ヒルトンさん。皆さんこんにちは、キムコヒルトンだよ、よろしくお願いします。ね、初回は海外なまり風だったけどね2回目は東北っぽくなってきましたねはい、そして釈玲子さん。皆さんこんばんは、原ともみです。あれ、あら、ガーラさんが来てくれたんです。あら、なっちゃん、シャクレイコです、よろしくお願いします。イエーイ。ともちゃんもね、シャクさんも不安定な感じがいいですね。はい、という楽しいね、古くからの女装仲間で、しかもみんな豊島系というのでね、お送りしますけれども、今古くからと言いましたけれども、はい、実はそのいろんなタイミングで佐世子さんに関わっていただいたり、キムコさんに関わっていただいたり、そして最新では釈さんにも関わっていただいた、あのキャンピーなんて言ってる、はい、ね、あの一応ジョソラジも株式会社キャンピーの提供でお送りしますなんて言ってますけれども、はい、今回はこの懐かしい面々が集まっているので、はい、キャンピーのややこしい歴史をご紹介しようかなと思ってるんですよね。知りたい。実は、もうちょいちょい告知もした、あの、誕生日が近づいてるじゃないですか。私の。そうなんですよ。50歳をね。そう。半世紀ですよ、もう。そうなんです。ね、ありがとうございます。50歳を迎える前に、あの、昔から一緒にいろいろしてきたね、キムちゃんとかとも一緒に、まあ、どんな感じだったのかを説明しようかなと思いまして、うん、改めて聞いたことがないから聞いてみたい、ね、うん、でもね、サセちゃんとは本当にさほぼ最初からつながりはあって、サセちゃんと会う本当 1,2 年前に、私はそのパソコン通信の芸のネットワークを1990年かな、今も一緒に同居人と一緒に、誠と一緒に開局をしたんですよね。開局をしたの、うん、すごいすごい。インターネット以前のパソコン通信っていう、うん、お家に電話でつないで、モデムっていうので、ピーガガガガガって、うん、ああ、懐かしいね。けど、それがね、あの、UC ギャロップっていう名前だったのよ。これが、UC ギャロップ。何のね、略かというと、アッパーキャンプ。ゲイ&レズビアンオンラインパーティーの略だった。へぇー、ギャロップのあれ知らなかった。そうなの。そうなんだ。で、まあ、アッパーキャンプっていうのは、アゲアゲなキャンプ？キャンプの意味って、改めてご存知ですか？あ、じゃあ、シャクさん、キャンプの意味は？いや、どうなんでしょう。パーティーだったらね。パーティーみたいな感じなの、わかんないです。あれでしょ、釈さんはやっぱあの飯盒炊さんとかそういうのでしょ。焦げついちゃうカレーが美味しくできないとか、ね、そっち、そういうキャンプももちろん超有名なんですけど、うん、最近も一人キャンプとかあってるんですけど、うん、あの、うん、英和辞書とかの2番目とかに書いてある意味で、うん、その、うん、お姉とか、こうな滑稽な大げさな仕草とか、うん、いわゆるそのお姉っぽい、日本語で言うとお姉っぽいみたいな、ちょっと時代がかったようなこうくねなよっとした感じとか、芝居がかった感じみたいな、そういうそのいわゆる同性愛というよりはお姉さん文化っぽい感じの言葉をキャンプっていう形容詞であるんですよ。そうそうそう、ちょっと古い感じ
からのね、こう単語として。で、それを当時、なんかの本で読んだときに、ああ、それっていいなって、その、芸かどうかというよりは、そのセンスっていうところで、キャンプっていうのを取り入れて、こう名付けたんですけど、そう、そういうのがまず成り立ちとしてあって、で、そこの、やっぱキャンプがやるパーティーとして、キャンピーっていう、最初は UC ギャロップ周年パーティーみたいなのをクラブイベントでやってたんだけど、途中から定例のイベントとして2丁目にあるクラブを使ってキャンピービックリマークっていうのを始めたんだよね。1996年ぐらいだったかな。96年。そうなの。だから、この、今は会社名になってるキャンピー古いんですよね。すごいね。うん。で、キャンピーっていうイベントやってた頃にはもう佐世子さんはちょいちょい出てくれてるようになったね。そうですね。そうです。うん、98年ぐらいからかな。そう。で、あとはパーキャンプカフェって言って、今、キャンピーバー新宿2丁目店と同じ場所で、内装はだいぶね、違いますけど、定例のオープンカフェで女装ショーも見られるよみたいなのも96、7年から始めたのかな。そっか、あの同じ場所なのか、今。そうなのよ。だから、まあ、いろいろ考えるとね。すごいね。長いというか、しつこいというかね。まだやってんのかっていう。完全にそうだよね。っていうのが、一番最初のそのキャンピーという言葉の登場で、その後ね、私もその、この間、ほら、芸雑誌のバディの最後の編集長のヒロ君が、ジョソラジのゲストでも来てくれた、ゲイラジのゲストにね、来てくれたんですけど、ああいう編集部員の活動も10年ぐらいやってたんですけど、そうだ、その編集部を辞めた、その後に何しようかなと思って、まあ、私もその辺いい加減なので、割とその単発のね、こう、メディアの仕事とか書き物の仕事、以外特に考えてなかったんだけど、とりあえずなんか発信しようと思って、当時は、流行り始めてたブログをやろうって思ったんですよ。はい、でその、そう、そのブログのタイトルもやっぱりキャンピーびっくりマークだと。2007年に始めたんですね、これは。そっかそっか、チックさんとか。そうそう。リオちゃん。リオくんとかと始めて、で、そこの、そのブログキャンピーの中のネタとして、動画とかも YouTube でやろうって言って、その10年以上前の早すぎた YouTuber。早いよね。始めて、そこでスタートしてタレントとして登場してくださったのが、またまた佐世子さんとキムコヒルトンさんだったね。ねえ、あの時は楽しかったね、キムちゃん。楽しかったね。その時流行ったアイドルだったりとか、実際そうだね。キムちゃん、リアディゾンやってたから。キムディゾンやってた。キムディゾンやってた。ドロブネって言ってたよね。あとさ、AKB も流行りだった。あ、AKB もやってた。AKB、やったやった。言い訳メイビーのショーやってた。やったな、懐かしい。あと、させて、ショコタンとかもやってたよね。ニフランとかやらされたのはやらされた。なんか。あと、佐世子さん、形ち、ワンショルダーが行き過ぎて、形ちを出す、佐世じりえりかさんやってましたよね。佐世じりさんやりました。別にっていうね。流行ったよ。流行ったよ。この頃の私たちの活動とかは、釈さんは全然ご存じない感じよね、きっとね。そう、もうね、2005年に一応デビューだったので。あ、そっかそっか。うん。あれなんかね、いわゆる他はいたんでしょうけど。ほもきではなくて？あの、女装は2005年からの。女装も2005年にしてたんだ。から始めたんだ。そっか。合ってる？だから佐世子さんは本当に90年代のクラブイベントとしてのキャンピーからのキャンピーガールズだったんだけど、キムコちゃんはブログ時代のキャンピーガールズとして華々しくデビューしたんだよね。時代がね違うから、メディアが違うっていう。嫌われこの時に出させていただいたんだよね。あ、そうだね。嫌われ、佐世子の一生。そうそう、その時にブルちゃんに、なんか、UC 最後のデビューとかなんとかって言って、私を紹介してくれた記憶はあるかな。まあ、30過ぎてからの
あの遅咲きだけど、なるほどなるほど、言ってくれてたのは覚えてる。うん、まあその衝撃団的な集団の中で、うんうん、キムちゃん最後の新人みたいな感じで、そうだそうだ、最後の新人っていうね、うんうん、そうそうそう、うん、あれゲブミさんとの絡みがね、あったね、よかったね、確かね、そうだね、うん、思い出しました。でキャンピーガールズはドリュスさんとかエルコちゃんとかもいたんだけれども、うんうん、割とブルーサセキムの3人トリオがこう、うん、キャッツアイのショーをやったりね、そう、うん、そうだね、結構あのいろんな各地にお呼ばれしたのもまあ3人で、そうなんだよね、よく、うん、本当によくいろいろ呼んでいた、キャッツアイとかいろんなショーを作って、うん、まあまあ、AKB もそうだし、あのホストとか問題のホストショー、ホストショーとか、あれだから頼朝、私が頼朝で、私が信長で、キムちゃんが義経っていう名前のホストなんですよね。みんなでこうジャケットとかしてたね。そうそうそう、素肌にジャケットとか私着て、で、あの金髪の面をなんか反対側に被るからなんか、うーんしてむちゃくちゃな、そうそう、女装なのに男装で、はい、本能寺の変とか言うとね、あっちいよってね、やってたの、あっちいよって、そう、あっちいよって、ね、信長だけにね、信長そういう、でキムちゃんはほら義経だから、義経ってほら、あの走り幅跳びじゃないけど、パッと跳ぶでしょ、発想跳び、なんかこうね、お店一個、一つのお店に定着しないの、次から次に、はい、店から店へ発想跳びとか言って、そういうギャグだ、歴史の知識がある人向けの高尚なね、かなりね、難解やってたね、まあ、そういうしょうもない取り用ネタをいろいろ編み出していた時期ではありましたよね。失礼しましたね。はい。で、そうです。うん、そう、その中で、まあ、キャンピー飲み会っていうブログの、うん、だから本当に今だとジョソラジのリスナーさんに向けてってやってるけど、当時はブログの読者さんに向けて、たまにオフ会乗りで会いましょうっつって、うん、あのロフトプラスワンっていう歌舞伎町にある、うんうんですね、ステージ付きのサブカル居酒屋みたいなところで、みんなでこう、ね、みんなが飲み食いしてる前でワイワイショーをやったり、うん、トークをやったりしてた時期ですね、うん、本当だ懐かしい、結構楽しかった、楽しかったね、緊張感もあるけど、うん、そこでなんかちょっとこうホステスの真似事みたいな、うん、うんうん、そうそうそう、やらせていただいて、そう、客へのたかり、あ、たかり方違います、違います。あのお客様、おねだりね、そう、おねだり、乾杯一緒にさせていただいたりとかね。そうそう、まあ今、本音が出たわね。いや、違う違う違う。歌舞伎町だけにね。うん、あ、懐かしいし、すごく私の青春時代だったかな。まあ、基本、旬のネタを何でも取り入れてたから、うん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 、なんか、江戸させみさんが場内に最後ね、ゴあのそうそう、マラソンのゴールで走って、ね、24時間のマラソンね、うんうん、負けないでよ、かけながら走ってくるっていう、いろいろやってたもん、懐かしい。あれが良かったのは、多分、その皆さんも、ご来場のお客さんも、それぞれのテーブルで仲良しと、お酒とおつまみでワイワイしているっていう、うん、そうだね、ね、もともとみんなが楽しくなっちゃってるところに、うん、さらに女装がそ、ね、火に油を注ぐみたいな構図だったのよね、居酒屋だったからね、そうだよね、うん、もう飛ぶようにビールとかね、お飲み物が出てたのを私は覚えてます、そうだ、うん、で、まあ、そのキャンピー飲み会の流れもあったので、ちょっとその、はい、私たちもホステス的なことができるわね、みたいになって、うん、2009年ぐらいからかな、実はキムちゃんと私が、2丁目の、うんうん、まあ、今のキャンピーバーと同じ場所で、週に1回だけ、金曜日だけ、キャンピーバーっていうのもオープンしてるんですよ。うんうん、そう、週1でやってたのか、うん。毎週金曜日のキャンピーバーを、うんうんうん、キムちゃんと私のダブルママでやったんだよね。うん、じゃあ、どっちももう、キムちゃんも女装で。うん。うん、そうそう、うんうんうん。その頃から私、自分で女装をするようになった。それまではずっとブルちゃんにメイクを
してもらう。そうだね。フルちゃんにみんなお世話になってね。そうそう。まあ、一応それまでは自分のイベントに出てもらうっていうのもあって、うん、いろいろ自分がね、こう、うんうんうん、プロデュースしなきゃっていうのもあったんだけど、うんうん、まあ、毎週のね、ママだからもう、そかそか。そろそろ、じゃあ、それぞれで。でやっぱ、ひとりさんもそうだったんだよね。うん、お店で自分に入ってもらうようになってから自分で覚えてもらった。そんな歴史があったのね。そうなの。キムちゃんどう、あの頃の3年。どんなだったんだろう。そうだね。まあ、もともとのそのお店のお客さんと、うんうんうん、その女装である私たちを好きで来てくれるお客さんと、あとその女装だからこそできるのかわからないけれども、その外から中が見えるから、うん、ある種キャッチみたいな感じでガンガンやったりとか、うん、おいでおいでってね、ドメンテンだしね、うん、私自身はお店がすごくにぎやかになって楽しければいいなとは思ってたんだけれども、それと同じレベルでその元々のこのお店のお客が減ってきてるんじゃないかなと思って、うーん、やっぱ元々野郎系のそうだったんだ。ベースはそうだった。そうだったんだ。だからまあ、全然、どうしてもちょっとね、飲みに出るには女装はちょっとなっていう人もまあもちろんいらっしゃるだろうし、そういう人がちょっと離れて、逆にまあ女装好きのゲイとかレズビアンの方が来てくれればいいんだけれども、それにプラスしてノンケさんも結構増えてきたから、ね。ああ、うん、そっかそっか。ちょっと観光的な ね。そうだね、観光が。ちょっと、うんうんうん、でも、この十何年前ぐらいの時期って、ちょうど、そのテレビとかで、いわゆるお姉キャラみたいのが出てきたりして、その観光のお客さん、いわゆる、そのゲイとか、まあ、レズビアンとかの当事者じゃない人たちが、二丁目に飲みに来だした流れに乗っかってたんだよね。だから、その、そう、路面店で女装のウェイトレスがいてっていうスタイルで始めたのは、たまたまだけど、時代には合ってたから、それで賑わったんだと思うんだよね。そうだよね。ブルちゃんのその芸能活動とかも、本当にその、その辺りからだから、ね、うんうん。そうなんですよ。で、そう。でもまあ、ほら、性格がいい加減なブルと、きちっとしてるキムちゃんのダブルママだったから、きっとキムちゃんの方にね、いろんな迷惑とかね、めんどくさい思いをさせてたんだろうなと思ったんで。はい、はい、とはいい思い出よ。怖い、今となってはいい思い出。まあ、今なんか言っても、当時はあんなだったけども、本当今だからもう言っちゃって。ね、私多分、その時その時で言ってたと思う。あ、本当。ほら、その人がいないところで言うのは悪口になる。まあ確かにね。あ、キムちゃんそういうのはね。ネットってちょっと、こう、なんていうか、笑いを含めた感じで、ブルちゃんちょっとこれ、どうなんですか？ありがとうございます。9時ですよ、ね。今何時ですかって。遅刻がね、遅刻が多いクソババアだったからね。ああ、キムちゃんこんばんは、いらっしゃいませ。すごい。ああ、すいません。何度も見たことある。やってたやってた、本当ね、悪いままで、ね。それでいいんだと思う。いや、よくないんだけどね、よくないんだけど、本当キムちゃんにはご迷惑を。いや素敵なブルだよ。ねえ、ね、そっかそっか。だから今更どうのっていうのがないかと、その時、私は伝えてたと思うよ。ありがとうございます。まあ、そんなね、キムちゃんに苦労もかけながら、3年間ダブルママをや金曜日だけっていう企画バーとしてやらせてもらってて、そこで、そのかゆみ社長、ジョソラジレギュラーのかゆみ社長と、まあ、メディアのお仕事も増えてきていたから、まあ、ホームポジション的なお店の経営とメディアのお仕事の管理をする法人にしようって言って、株式会社キャンピーを、そのちょっと前に立ち上げて、そこが経営するお店として2012年かな、キャンピーバーを正式オープンしたということになるんです。
ですね。だからもうキャンピーというのも、まあ、一番最初からキャンプ、うん、キャンプかかって。そうなの。キャンプを貫いて。え、延々なんかどっかにはキャンプ、うん、キャンプ、キャンプ、キャンプ。まあ、人によってはしつこいと思う。本当にしつこいよね。いやいや、でもね、なんかそれ、私もそういうのが好きだったんだと思う。そのキャンプっていう。感性のね、センスも。そうそうそう、センス、なんか。芝居がかったとかっていう意味もあるって言ってたけど、うん、みんなね小芝居みたいな、すぐ小芝居しちゃうからね芝居を打つ、うん、実は今年に入ってまた、うん、そのまあコロナ禍とかいろいろなタイミングで自分もまたなんかやろうで、うん、今度はネットラジオのこのジョスラジオを始めたわけなんですけれども、うん、はい、実はその1年前ぐらいに、はい、本当はルボンヌ&サセコ&釈礼子さんの3人でジョソラジというのをやりかけてたんですよね。やりましたよね。はいはい、収録しましたよね。本当すいません。そのままですね、釈さん。釈さんも。こんな状態になっちゃったしね。そう、なかなか参加するのが。当時は、うん、今回のこのやり方とは違って、うん、キャンピーバーとかの現場を使って公開収録風 の、 そうそう、あのネタをやってついでに収録したものを流そうって、毎回その目の前にお客さんもいて、うん、ワイワイって笑ってるっていうのをやろうとして、うん、それで一回現場でやったんだけど、やりましたね。なんか、うん、あのその後コロナ禍になっちゃったので、もううちでズームでつなげるジョソラジでってなって、そのなんかその、うん、週ごとの構成とかを考えたときには、うん、ルーサスがレギュラーっていう形になっちゃったんですけど、はい、そうそう、あのイベント型でやろうとしたときはね、釈さんも一緒にやっていただいてたので、そうなの、うん、ね、楽しかったですねあれ。ねえ、だから逆に、ね、逆にさ、だからジョソラジオをこのネットラジオで始めたときに、釈さんが、うん、怒ってないかなって心配、うん、そうよね、あれあれってあれってね、思ってないかなって全然怒んないですよ。あ、優しい、ねね、まあまあ一応説明はね、 LINE とかで一回入れたんですけど、全然全然、そっかそっか、本当に。じゃあオープニングやりたいと思います。はい、イエーイ。私はいつでも、あ、ごめんなさい。負けないでしょ。ラジオやから。はい、すいません。いきまーす。私は可愛い子ブルボンヌ。尺にお触り。尺でいこう。あなたのあそこをワクワクさせこう。聞こえる。見つめる。感じる。ジョソラジー。もうね、この短いフレーズを覚えられないとしても何回も練習して、ね、何回もやった。誰かが噛むのね。そうなのよ。あの滑舌も悪くなるね。ありがとうございます。いやいや、緊張していいですね。いやいや、あの時もいやいや、めっちゃ汗出て、脇汗出てたもん。なんか脇いい香りだった、いい香りだった。脇が開いたような服だったよね。なんかね、いっぱいモノマネしてくれたのよ、なんか。そうそうそう。へぇ、そっか。うん。だから、キムちゃんと最初にお試しダブルママ、うん、週一ママをやったものが、うん、キャンピーバーという、今も続いてるね。うん、まあ今大変ですけど、うん、正式オープンしたお店にもなったし、うんうん、あの、釈さんとご一緒させていただいたジョソラジという屋号も、うんうん、今のところ半年継続しているネットラジオになったので、ね、まあ、お二人に道筋をつけていただいたようなものなんでございます。裏筋かしら、裏筋、あ、裏筋つけて、裏筋で舌を合わせます。歴史ありだったでしょう。すごいすごい、なんかそのやちゃんと一本芯が通ってるというかね。まあ、そのね、キャンプっていう単語にこだわって、最終的に法人にもしちゃったっていうのは、やっぱその、同性愛みたいなところもつながっているんだけど、どっちかというとそこから生まれるノリ、
そうだね。感覚が大事なのかな、うんうん。だから、そう、だからさ、なんかブルちゃんがやってる、こういう、まあ、お店もそうだし、うん、ジョソラジもそうだけど、その、同性愛者だって。同性愛者です。LGBTQ とか以外の方もいっぱいなんかね、来てくれたり、聞いてくれたりするのが、もう嬉しいよね。うんうんうん、でぶっちゃけゲイのお兄さんで私たちのギャグが全く面白くないと思ってる人もいっぱいいるでしょ。むしろなんかこういうことやられるからそうそうそうあれを助長するみたいなね。進んだぐらいね思われる面もあるわけで。うんうん、もっとやってやる。もっとやってやる。嫌がらせ嫌がらせ。気持ちでねやんないと。うん、逆にそのね。そうそうそう同い年ぐらいの、うん、本当に主婦の女性とかで、うん、なんかうちらが喋ってるノリが面白いと思ってくれる人もいて、うんうん、そう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 、なんか結構ね、うん、お子さんのいるママさんとかがそう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 なんか旦那になんか笑いすぎてうるさいって怒られありがたいね、嬉しいんだけど、ね、絶対いい子供が育つと思うとか。わかる。いいよ。こんなのお母さんがさ、こんなの聞いて、わははは。女装教育。女装教育。女装教育ね。大事。ね、だからそういうセンスの方で楽しんでる方と一緒にワイワイやりましょうっていうのを多分大事にしてるのかなって、うんうんうん。そうだね。まあ、なんかブルちゃんのそういう人選とかもやっぱシャクさんとかキムちゃんとか、まあ、私はちょっと違うかもしれないけどね、なんかやっぱりね優しい、なんかどぎついキャラ以外のちゃんとこう優しい、あの両親を守ってるなんていうのあのなんていうのかな、ちゃんと保ってくれる人っていうのが常にいるんだよね周りにね、うん、あでもなんかいい人ばっかりとかたまに書かれてる、うん、ああジョソラジに出てくる人は。それに私は入ってない。はい、でも入ってると思うよ。ずっと寄り添ってるんだもの。どうでもいい人かもしれない。ね。そうか。うん、そうだよね。本当ね。いつも笑顔で支えてね。くださって。ありがとうございます。キャンプな世界をね、こう、させて、シャクさんにも、キムちゃんやシャクさんにも支えていただいて。そう。それでいて、なんかこのシャクさんとキムちゃんは、なんかこう、ある何かを超えちゃうと、もう手がつけられないぐらい、もう本当、かなわないテンションっていうか、もうね、神がかったものがあるので。今日ラジオでは、やっぱお酒をたくさん飲まないと、キムちゃんなかなか発動しないからさ。そう、日本酒でも飲んだな。ダメなのよ、ね、酒飲むとねダメなんの。でもね、いいわ、そうなのよ、面白いんだけどラジオでは伝わりにくい暴走なんだよね、きっとね。そうなの、ごめんなさい。ほらなんか、うん、コンプライアンスもあるしね、急にすごい子になるじゃんキムちゃんって、なんかほら絡んでくる感じになったりとか、キムちゃんおめえよみたいになるよね。なるかもなるかも。やだ、いいみたいね。あの表現がいいのよね。そう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 。そう、え、ブス飲みの時はあのキャラを毎回出してたの？ブス飲みの時は、まあ、うん、私がイベントを見てる側なので、そんなに酔わないようにしてた。そうなんだ。でもやっぱり最後の最後、うん、その、自分のショーが全て終わって、MC とかも全部終わった後は飲みに入るので、うん、最後の最後はね、こう楽屋で大泣きしたりとかもしてた。いいわね。大泣き。ブス飲みからの大泣きってなんか本当にブスっぽくていいよね。でもね、そのぐらい全部さらけ出しても、ああ、しょうがない、しょうがないっていうふうには、まさに、あ、場所にしたい気持ちはあるんだよね。大泣きするのもブス飲みらしいよね。うん、そうそうそう。ここで、キムコそんなことないよ、泣かなくていいよじゃなくて、ああ、まあまあ、ほんとブスだね、あんた。うん、もう一杯飲みなさい、もう一杯ぐらい飲めるでしょぐらいな、一気の世界にしたいなとは思ってはいるけどね。あ、う、あ、ん。だから、シャクちゃんから見たブス飲み会ってどんな感じ？めっちゃ自由でね。めちゃくちゃ楽しかったよ。言うは自由だよね。うん。そっかそっか。本当になんか、そう、なんかね、こう、心から楽しめるっていうか、もう、字を出してみたいな、字を出して。シャクさんも、シャクさんもさ、時々、うん、狂気を感じるのよ。あの、怖いっていうぐらいに、ぶっ飛んだ芸風のなんか降りてくる感じがたまにあるよね。
大丈夫かなこれすごいなっていうね。そうだから2人ともでもさ、うん、グレーな若者の時期があったって聞いてたから、うん、なんかやっぱ本当芸風のあの凄さって溜めた爆発力みたいなのもやっぱ影響するのかなって思う時はある、うん、あそれは絶対あると思う。あるかもしれないね。ね、そうそうそう。蓄積した何？恨みつらみみたいな。恨みつらみ、そうそうそう。そうね、それをこう、うん、ね、あの、ね、原動力にして。そうだね。だってね、普段抑えめな、そうそうそう。普段なんか、あの、控えめな、どっちかっていうと、控えめな感じなだけに、うん、なんか、うん、釈さんの舞台に出た時の、すごいなって。すごいよね。対応するよね。あと、そう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 。そうなんですかね。すごいすごいですよ。シャクさんの狂いっぷりはすごいですよ。まあ、キムちゃんもダブルママしてた時とかはちょいちょい明け方に狩猟がマックスになった時とかは、うん、本当ねなんか貞子みたいにこう飲み屋の床を這いつくばってなんかいろいろ吠えたりしてって超面白いんだけど、だからやっぱキムちゃんのそのね溜めてドーンっていうのを時々垣間見てたもんね。すいません。いやいや、でも、そっか、でも、そのブスの身の場はそういうのもこう全部さらけ出せるような場所でもあったりするのかな。ね、東北帰ってからは、さらけ出す時間全然ないんじゃないの、それは心配だよ。皆無だね。全然全くないかもね。今。今出して。うん、いいよ今日出してダメよ決まってるでしょ。ダメよね、お家だもんね。そうそうそう。そうだね。まあ、今は、その、ちょっとアルバイトというパートって感じで、外に出て、うんあの、家族以外と会話をする機会に恵まれたから、まだいいけれども、なるほどね。パートをする前は、もう、親と自分の世界。そっか。になって、閉じられたね。そう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 。うん、その、やっぱりこう、まあまあ、ちょっとね、重い話をすると、介護で疲れた気持ちをぶつける先が親になったりとか、してたんだけれども、うん、今はまあ、パートとかに出るようになって、なね、あ、うん、なんかその周りの方たちに、あ、なんか介護であんまり長い時間働けないって聞いたけど、大丈夫？辛くない？って声かけてくれるから、あそこで、実はこんなって、そういう。話せるのか。自分の気持ちをちゃんと伝える場所があるっていうだけ、うん、本当に今は助けられてる感じ。あ、そうか。あ、うんうん、やっぱね、たまにはさ、肝臓はちょっと、ね、うん、痛いかもしれないけど、たまにやっぱ大暴れキムちゃんまた出してほしいわね。いやなんか本当 ね, ね。本当、お酒も一滴も飲んでないしね。たまには、うん。出張ママとかさ。うん、ねえ。出張。そうね、出稼ぎもしないとね、うん、そろそろ雪も降ってくるしさ。そうよ。本当だね。じゃあ、そのうちね、そのブルーサス製、あ、それこそもうシャクさんもご一緒にみたいな、うん、こう、たまのブスのみ&ブルーサス製の合流ママの企画みたいなのが、いつか出稼ぎキムちゃんでできたらいいよね。ああ、なんかすごい楽しみ。ね、楽しいよね、絶対ね。やろうやろう。やりたい、やりたい。その時ね、キムちゃんが血を這うと本当ですよ、うん、今日のね上品なキムちゃんじゃない覚醒後のキムちゃんを本当のキム子が知りたいよ見ない方が知りたいよなんかね怒っちゃうかもしれない。ほらさっき泥酔してちょっとっていうのがあったでしょ、君、私が気づいたらキムちゃんをペロペロしてるかもしれない。あとさ、まあね、私のいい加減さも怒られてたけど、うん、サセちゃんの奔放さを割と真剣にキムちゃん怒ってたよね。うん、ああ、怒られたことあるか怒ったんだっけ私。いや怒ったというか、なんか私一緒にあのお店に入ってる時にあろうことかお店の中の人じゃなくて外2丁目中通りを運転して、うん、なんか助走をこう付け狙ってる悪いおじさんみたいなのに、うん、なんか目で合図されたから、じゃすぐ車乗り込んで乗り込んじゃったの？乗り込んだったの？そこは聞いてないぞ。そう、それでなんかちょっと周辺まで連れてかれて、なんか加えたりとかしたあんたほんと甘すれだね。ほんでなんかもうなんか汚い話だけど、そういうの顔になんか浴びてその
でそのまんまなんか着物ドレスみたいなボロボロにされた感じで帰ってきたキムちゃんにすごい説教されて、うん、キムちゃんあの最初本当危ない本当だよ危ないだからねとかってでも本当あ本当申し訳ないことしたなと思って説教とかしたんだけどごめんねいやでもねそれはいい説教よそうそうそう私あの時ね本当おかしかったまだそのパートナーに会う前だしもうとにかく私に何私に勃起する人に全員にこう、うん、吉原炎上の末期の西川美音子さんみたいになってたのよ。ここ誰でもいいから噛んでくれよみたいになってたのよ。そうそうそう、誰でもいいからね。うん。ね、誰でもいいからね。いや、それはね、はい、キムちゃん嬉しかったな。本当だよね。帰ってきた後にもう、うん、お股がベタベタやねんって言ってたのもうさせちゃんって。一回ちょっと不幸かって話してもうそっから介護が始まってたんじゃないちょっとごめんなさい、まあ、もう酔っ払ってやっちゃった後だからさもう酔いが冷めない限り何言ってもなるじゃないこういう時あ、まあね、そうだね危ないよって話をしてそう優しい嬉しかった嬉しかったとかねでもそのキャンピーバーでね素敵なパートナーまあまあね、まあ、ねだからね本当にそう、ね、そうじゃなかったらどっかでね、本当殺されてたかもしれないよ、本当に。それだよ、本当それだよ。本当、本当、だって、お店の人は安全かもしれないけど、全然外の変な人についてたりしてたからね、あと。なんか、ねえ、キムちゃんは要所要所で私たちをちゃんとね、やだ嬉しいな締めてくれてたのよ。そうだね。なんか、本当。迷惑ばっかりだから。いいね。もう最初のね、あのパソコン通信の。アッパーキャンプから、こんな形でキャンプな形をね、うん、こう、楽しんでますけれども、うん、本当に、はい、あの、キムちゃんやシャクさんなどのね、ご協力で、今も続くキャンピーバーやね、こうしてやってるジョソラジも生まれましたので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この気持ちを胸に、50という霧のいいババアに、なっていきたいと思います。すごいね。ねおめでとう。よろしくお願いいたします。お招きできたのが本当に、ね、はい、よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ジョソラジはキャストの皆さんが自宅からリモート会議システムで集まって収録をする手弁当なネットラジオ番組です。ノイズなどの音声トラブル、家族や猫の声、恥ずかしい音などの混入はご容赦ください。生放送企画などの最新情報、お便りの送り先は、ツイッターのジョソラジアカウントをチェックしてくださいね。ポッドキャスト、スタンド FM、YouTube など、お好きなメディアから、いつもあなたの耳元に。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。